皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はタイトル通りギターの練習がうまくいかなくて心がくじけそうな時に見る動画でございます。まあ皆様少なからず大なり小なり心がくじけてるかもしれませんけども、心がくじけそうなのかもしれませんけども、ちょっから僕がですね、いろいろベラベラとお話をさせていただきますので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。でも今回話をさせていただく内容はね、ギターの練習に限らないことだと思うんですよ。スポーツだったりとか勉強とか受験とか資格とか、まあこれから皆さんが生きていく中でさ、いろんな困難がバーってこう降りかかってくるわけじゃないですか。で、その困難に立ち向かったりとか乗り越えたりとかするときに使えるようなギターの練習に全然限らない、めちゃめちゃ普遍的な話だと思うんで、どうかですね、参考にしていただいて、覚えておいていただけたら幸いでございます。ちょっくら自分で言うのもなんですけども、僕ね、周りの人からね、すごいこの努力してるっていう風に思われるタイプっぽいんですよ。そういう人間っぽいんですよ。すごい印象的なのがさ、ずっと前に付き合ってる女の子がいて、まあ、その子とさ、ギターの練習がうんたらかんたらとか上達がうんたらかんたらって話をしている時にこんなこと言われたんですよ。これこれこういう感じで僕できると思うんだよねみたいなことをその子に言ったら、その子がね、いやいやいや、あんたもう努力の鬼やからみたいな、もうあんた努力に関してはもうめちゃめちゃ天才やから、もう努力の塊、もう努力が半端ねえみたいな、もう努力でできてるみたいなことすごい思いがあって言ってくれて、ああそういう風に見てくれてるのはすごく嬉しいななんて思ったりとかするしたんですけれども、でもなんかね、別に僕はね、自分自身でツイッターとかブログとかでさ、面白おかしくさ、努力しますとか努力しようとかって書いたりとかしてるけども、実はね、あんまりね、僕はね、努力してるつもりって実はないんですよ。そんなに努力しよう、うおー努力だーとかって思ってこの物事に取り組んだことって実はそんなになかったりとかして、面白かしくね、努力努力とか言ってるけれども、僕自身は実はそんなこと思ったことってあんまないんですよ。で、こんな話をするとさ、ありがたいことに皆さんの中にも、いやいや竹谷さんいつも努力してる、努力家やんねーみたいなことをおっしゃってくださる方もいらっしゃると思うんですが、いや、もともとのね、その物事の捉え方とか考え方とか取り組み方がね、そもそも多分ね、違うっていうだけの話だと思うんです。なので、ちょっとですね、今日、僕がこの話を全部しようとするとちょっともうとんでもない長さになるんだけども、3つのファクターに分けて滝沢流のこのマインドうんたらかんたらじゃないんですけれども、話をさせていただこうかなと思います。この3つの話をですね、ぜひとも覚えておいていただいて、まあ、実践していただければ、練習がうまくいかなくても心が折れずに、いろいろこの物事を続けられることができると思いますので、僕のことを努力家だと思ってくださってるならば、ぜひともですね、そのエッセンスを真似していただけたら幸いでございます。まずその3つの要素、順番に紹介させていただきますと、まず1つ目っていうのはですね、まあ、昔から言われている通り、まあ、好きこそものの上手なりという話ですね。で、2つ目はですね、できないことを明確にするということ、できないこと、分からないことを明白にする。で、3つ目、練習という言葉を忘れましょうという話です。その3つのお話をさせていただこうかと思います。まず1つ目、まあ、昔からよく言われることですけども、好きこそものの上手なり。やっぱね、このね、好きっていう衝動はね、もう最強なんですよ。もう最強なんです。もう子供がさ、小学校とか中学生とかのさ、子供がさ、なんかゲームとかスポーツとかさ、もういろんなことにこうめちゃめちゃ夢中になってさ、すっごいぐんぐん上達するっていうそのパターンってよくあるじゃないですか。やっぱりこうね、その子供たちのさ、この好きっていうその純粋なマインドっていうものがさ、もうめちゃめちゃ集中力を加速させるから、もうとんでもない集中力で物を取り組んで、しかも膨大な時間をかけるからさ、もうとんでもない上達のバーってこのね、ステップアップをするわけなんですよ。まあそれがね、最たる良い例なんだけども、じゃあ大人はそれができないのかっていうとなると、そんなこともないと思うんです。で、皆様にね、いつも僕が提案してるのは、上手くなるとか上達するとか、勉強に関しては頭が良くなるとか成績が良くなるとか、まあそういうふうにこの僕のギターの練習をね、皆さんのパターンに当てはめてちょっと話を聞いていただけたら嬉しいんですけども、そういった要素、その結果っていうのは、上達っていうのはおまけ要素なんですよ。おまけ、それが目的ってわけではなくて、なんかこうゴニャゴニャからゴニャゴニャってやってたらいつの間にか上手くなってました、やったらきくらいのものだと思うんです。で、僕はその、マインドをその好きとか楽しいっていう風な言い方をしてるんだけども、単純に物事をやってることが楽しかったら絶対続くじゃないですか。さっきのゲームとかさ、スポーツとか何でもいいんですよ。もうそのことがもう楽しくて夢中になっちゃって、もういつまでもやっちゃう、もう時間忘れて、もうね、寝る暇惜しんで、食べる暇惜しんで、うわー、ついついやってしまうっていうぐらいのマインドを持ったらさ、誰でも上手くなるじゃないですか。そんな感じで、逆に言うと、どんだけそのことに対して楽しめるか、どんだけ夢中になれるかってことがすごく大事なわけなんです。で、その時に、いやいやいや、竹谷さん、アホかと。もうそんな練習なんてもうめちゃめちゃ地味だと。
そんなもう勉強なんてめちゃめちゃ地味だと、もうこんな暗記し何が面白いんだと、もうこんなものを楽しめという方がおかしいだろうっていう気持ちも分からなくはいいんだけれども、工夫なんですよ、工夫。物事を、まあ、勉強したりとか練習するとか、まあ、あるじゃないですか。それをつまんないって割り切っちゃうと、もちろんつまんないで終わっちゃうんだけども、じゃあどうしたら面白くできるだろうかっていうふうなこの考え方をしていくわけなんです。僕はそれをね、その自分を楽しませる工夫って言い方をしてるんだけども、その、例えば練習っていうその内容があります。練習ってもすごいいろいろ内容があるじゃないですか。曲を練習するのか、何かを暗記するのか、音楽理論を勉強するのか、それともひたすらこう地味練習バーってやるのかみたいな感じで、その練習って一言言ってもいろんなパターンがあるんですよ。で、いろんなパターンがある中で自分が楽しいって思える練習とかっていうのは必ずあるはずなんです。例えば僕の流れでいくとすると、僕の話でいくとすると、僕はやっぱりこうね、自分が好きな曲とか弾きたい曲とかを弾いてる練習してるのがやっぱ一番面白いから、やっぱそこをすごいメインにやってたんですよ。けど逆にメトロノームとかでさ、そのカッ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 やめて、ディギ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 みたいなのはすっごい嫌いなの。だからそういうのはね、全然やらない。けど僕がそこでさ、そういう教則本とかで、そのメトロノーム練習、クロマチック練習やらないと上手くならないですとか言って、あ、そうなのか。じゃあもう僕メトロノーム練習やらなきゃ、う、全然つまんない。うわ、やめようやめよう。あ、もうやってらんないみたいな感じだったら全然話は違うじゃないですか。なんでまずはそのね、自分が楽しいって思うポイントがどこにあるのかっていうのをね、探す必要があるんですよ。それをね、僕は自分を楽しませる工夫っていう言い方をしてるんだけども、物事をやってるときにつまんない、終わりじゃなくて、じゃあこのつまんないことをどう楽しんでいこうかなと。勉強とかだったらその暗記の方法をね、そのゲーム感覚にしてみるとか、なんか友達を巻き込んでこうね、問題の出し合いをするとかでもいいと思いますし、なんか自分でこうね、何かしらのこの工夫をして、このつまんないことをさあどういう風なゲーム仕立てにしていけば、自分は楽しめるかなみたいなことを考えていくんです。そんな感じでこの楽しいことにすると。そうすると単純にもその、ね、そこにかける時間とかさ、モチベーションとか全然変わるからさ、その集中力とかも変わるし、取り掛かる時間とかも変わってくるし、でその結果ね、その上達うまくなる、勉強が良くなる、その成績が良くなるっていうおまけが生まれるっていう話なんですよ。ここを目的にしてしまうと、なんでうまくできないんだ、なんでうまくできないんだって、もう心が苦しくなる一方なので、ちょっと気持ちを切り替えて、じゃあこれをどう楽しもうかなと、どういうふうにやったら自分は夢中になれるかなみたいなことを考えていただきたいなと思ってるんです。で、さっき子供の例をちょっと出したんですけれども、大人も全然そういうふうにこう楽しい気持ちというか、その夢中になる気持ちっていうのはね、全然持てると思うんですよ。例えばですけど、皆さん趣味があると思います。そのスポーツ、なんかヨット乗ったりとか、ヨットに乗ったりとか、そのスキー、スノーボードとかもあると思いますし、マリンスポーツかもわからないですし、なんだろうな、映画とか漫画とかさ、僕の場合だったら音楽全般とか、まあいろいろあると思うんですよ。自分自身がもうついついスマホゲームとかでもいいです、これをやってるとつい夢中になっちゃうんだよなっていうこと、少なからず絶対にあると思うんですよ。その時の気持ちをちょっとね、思い浮かべてみてほしいんです。このゲーム、このスポーツがうまくいかなかったらどうしようってまず思わなくないですか。これをやることに対して時間を投資して、時間を使ってうまくいかなかったらどうしようとかさ、上達しなかったらどうしようとかさ、なんか変な風になっちゃったらどうしようとか、嫌なことが起きたらどうしようとかって思わないじゃないですか。単純に、うわ、楽しい、やろう、もっと頑張ろう、うわ、もう楽しい、もっと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 っていう風なもう純粋なマインドだと思うんです。で、子供はね、その純粋なマインドを持つのがすごい得意なんだけども、まあ、比較的ですよ。全員が全員っては言わないけども、比較的大人になると大人になるにつれて、失敗した時の言い訳とか、やらない言い訳とか、その逃げる言い訳とかをね、その、作るのが上手になっちゃうからさ、周りに対しても自分に対しても、上手になってしまうから、別にもう純粋なマインドでさ、楽しめばすごくいいんだけども、いや、でもこれをやって、うまくいかなかったらどうしようとかさ、無駄になったらどうしようっていう感じで自分で勝手に壁を作っちゃうパターンすっごいあると思うんです。全員が全員そうだとは言わないんですが、大人になればね、大人になるほどなんかそういう方がね、多いような気がするんですよ。なんでちょっとね、この話を聞いて、ギク俺のことだと思った方はですね、ちょっとその自分でその心の壁みたいなのを、ね、作るのをやめる意識を、ぜひ持ってみてくださいませ。自分が好きなこと、映画、アニメ、何でもいいです、テレビ何でもいいです、ドラマでもいいですし、その時に取り組んでる気持ちを思い浮かべて、その純粋なピュアな気持ちでいかにその物事に取り組めるかなっていうことをね、ちょっと考えてみてほしいんです。そんな感じにしていけば、もうどんなこともですね、もう楽しめるきっかけというのは見つかるはずなんで、ぜひとも参考にしてみてくださいませ。2つ目、できないことを明白にする。できないこと、わからないことを明白にする。よくあるパターンが、まあギターの練習にしても勉強するにしても何でもそうなんですけども、もう何がわかんないのかすらわかんないっていう状態あるじゃないですか。何がわかんないのかすらわからないみたいな、
まあそれは単純にそのね、まだ時間が足んないっていう話はあるんだけども、努力が足んないというか、その練習しろとか勉強しろって話なんだけども、でもそれでもね、その勉強したりとか練習したりとかしててもあんまりこうね、効果的っていう言葉は僕はあんま好きじゃないんだけども、非効率的な動き方をしてしまっている人結構いると思うんです。例えばある曲を練習したとします。その曲というのはそういうね、もう長さはそこそこあるんだけども、例えばその A メロ8小節のフレーズがあります。 1,2,3,4,5,6,7,8 の8小節のフレーズがあります。でこの8小節目にすっごい難しいフレーズが出てきて、ここができないとしましょう、僕らがね。で 1,2,3,4,5,6,7 まではできるけど、この8小節目ができないっていうパターンの場合、この時にこの8小節目ができないっていうことを明白にしないがばかりに、なんかこのフレーズうまくいかないなと思って、1から8までね、ずっとこう通してたくさん練習してしまう人たくさんいるんです。1から7まで別にできない、もうできるんだったならば、ここの練習はする必要ないんですよ。ひたすらここの8のところ、できないところ、わからないところだけもひたすら繰り返す必要があるんです。でもそれもわからずに、あ、なんかうまくいかないな、なんでできないんだろうな、なんか変だなと思ったならば、まずはこの8小節目ができないんだ俺はってことを明白にすると、何ができないのか分かんないんではなくて、時間をかけて自分をこう探って意識をして、ここができなかったんだ、そうだ俺8小節目が苦手なんだっていう風に分かればさ、練習の仕方とかもすごいめちゃめちゃなんかここの効率的って言ったらちょっとあれだけどさ、組み立てられるじゃないですか。1から7までこのね、使ってるこの時間、これはもう別に無駄ってわけじゃないけどもね、できるんだからこれはもう別にいいんですよ。ここに当てる時間を使うんだったら、もうひたすらもう8倍の時間を使ってここに注力すべきなんです。そんな感じで、分かんないところ、できないところ、こういったものがね、明白にならずに、その漠然としたままこの練習したりとか勉強したりとかしていると、余計なところにね、時間を使ってしまいがちなんで、もっと鋭く、もっとこの鋭角に、もうできないことに対してこうバーって突っ込むためには、まず何ができないのかを知ること。言い方変えれば、自分自身を知ることにつながるわけなんだけども、すごいこの漠然と練習したりとか勉強したりとかするんじゃなくて、何ができないのかな、何がわからないのかな、なんでできないんだろう、そういったことをね、ひたすらこの意識しながらやっていくと。で、そこでこのバチコーン、俺は8小節目が苦手なんだってことになれば、もう目的意識もね、すごいそこに向くし、時間とかも効率よくなると思いますし、そんな感じです。この漠然としたものではなくて、何ができないのかをしっかりこう明白にすると、していくと良いのかなと思います。ちょっとなんかありません？そういうの。で、3つ目、練習という言葉を忘れましょうという話。練習という言葉を忘れましょう。まあ、努力という言葉を忘れましょう、勉強という言葉を忘れましょうに近いものがあるような気がします。そうですね。例えるならば、英会話ってあるじゃないですか。英会話。まあ、その英語の勉強ですよね。平たく言うと、英語の勉強。まあ、そのトイックの点数を良くするとか、トイフル受けるとか、そのね、英検受験とか、学校受験とか、うんたらかんたらそういうんじゃなくて、普通にこのね、日常的にその英会話がしたいなって思った時に、英会話っていう、そう、なんだろうな、そのカテゴリーがあるわけなんですけども、それを習得したいなと思った時に、まず一番最初にすべきことって、英会話っていう、もうその概念を捨てることなんですよ。何言ってんだって話ですよね。英会話とかって、そのね、まあこれは何でもそうなんだけどさ、よし、俺は今から英会話で勉強するぞ、ババンじゃなくて、朝起きた瞬間から、これ英語で何て言うんだろう、この気持ちって英語で何て言うんだろう、で、外に出かけた時にコンビニで買い物しました。あ、この時に英語で何て言うのかな、あ、この時にこういう英文がある、あ、このパッケージにすごいなんか英語書いてあるな、え、このパッケージのこの英文すごいじゃんみたいな感じで、日常の中にその英語を考える機会をいかに増やすかなんですよ。でもそうじゃなくて、24時間ある中のなんか朝8時に起きて、じゃあご飯食べて、じゃあ9時から英会話の勉強だ、うーんって感じで、まあ1時間9時から10時まで英会話の勉強するってのは別に悪いことじゃないんだけども、そうではなくて、24時間もういかなる時でもその英語のことを考えるっていう癖をどんだけつけるかって感じなんですよ。だからその英会話を学びたいとか英会話をしたいと思った時に、その英会話っていう概念がある時点でもう足かせになってしまってるんです。他にもそうだな、作曲とか作詞とかも、同じような感じです。もう僕はじゃあ今日はなんかご飯食べて朝10時からじゃあ作詞しよう、全然言葉が出てこないの、ではなくて、日常からね、もうメモってるんです。いや、よくあるじゃないですか、そのラッパーの人がさ、あ、ちょっと待って、なんか今いい、なんかライムができたみたいな感じでメモったりとかするシーンとかね、ためにテレビで出るじゃないですか。もうそういうことなんですよ。もう日常的にもいかにそのね、もう練習とか努力とか勉強とか、もうそういう概念を取っ払って、もういかにその、日常の中にそれらを溶け込ませるかと。もう息を吸うようにそれらに取り組むと。
言ってみればそうだな、皆さん毎日お風呂入ったりとかさ、歯磨いたりとかしてると思うんだけども、お風呂入る練習とかってさ、思ったことないじゃないですか。歯を磨く練習とか、なんかご飯食べる練習とか、お箸を持つ練習とかってね、服を脱ぐ練習とかさ、なんかね、布団に入る練習とかって思ったことないじゃないですか。なんか寝る練習とか、別にそんなもんね、全然そんな練習とかさ、もう思わずともさ、もう日常の中に溶け込んでることなわけであって、そこに対してね、この何かこう意識をしたりとかするわけでもなく、ひたすらこう毎日の毎日のルーティンの中で、まあ育んできた技術だと思うんです。言ってみればね、そうやってお箸を持つとかも結構な難しい技術じゃないですか。他にもそのね、なんだろう、皆さんがやってるようなその通勤通学でなんかちょっと何かしらやってると思うんですけども、皆さんが日常的にやってる、学業とかお仕事とかもいろんなことがあると思います。それらってもともとね、難しいことも結構たくさんあると思うんですよ。けどなぜそれを練習とか努力とか思わずにできてるかっていうと、日常の中に溶け込んでるからなわけです。ものによってはね、その日常の中に溶け込ませることが難しいこともあるかもわかんないです。例えばそのさっき言ったウィンタースポーツとかさ、スキーとかスノボとか難しいかもわかんないけれども、でもまあ、もしかしたらイメトレとかできるかもわかんない、スケボーとかにそういうのを置き換えてみてもいいかもわからない。いかにその自分の日常の中にその習得したいことを溶け込ませていくか、潜り込ませていくかってことがすごく大事なわけでございます。だから練習しようとか努力しようとか勉強しようとかって思ってる段階では、実はそれは成し遂げられないみたいなね、そういうジレンマがあったりとかするので、まあそのね、取り組む時間をいかに増やすか、そんな感じで考えていただけたらすごく良いのかなと思います。僕もね、やっぱりこの曲を作るとか、まあ、そういった話はね、もう今から曲を作るぞ、うんとか、歌詞を書くぞ、うんってやったりとかするわけではなく、本当にもう日常的に、あ、これいいなと思ったらすぐ吹き込んで、あ、これいいなと思ったらすぐメモって、で、これしようと思ったアイデアはね、すぐノートに書き留めて、もう僕いつもそのノートにいろいろとこのアイデアとか書き留めてて、もうずっとこう、ね、真っ黒なんですけれども、もう思いついたらもうすぐ書いて、で、すぐ実行して、で、すぐにこう、習慣の中に落とし込んでみたいな、そんな感じでございます。そこと触れ合う時間を、まあ、いかに作るかっていう感じですね。もっとね、言おうとね、もっとまだまだたくさんあるんだけども、とりあえずまあ分かりやすいところでいくと、その3つなのかななんて感じがします。まあ、ものによってはね、ちょっとこう実現が難しいところもあるかもわからないんだけれども、まあ、なんとなく、ああなるほどねと、思っていただけたかと思います。こういった気持ちを持ってね、その物事に取り組んだりとかしていると、単純に楽しくなってくると思うんですよ。一番最初のその好きこそ物の上達、上手なれと同じで、なんかそう効果的に日常の中で取り組む時間を増やして、で、できないところを明白にするからね、その練習の効率って言ったらあれだけどもね、練習の効果とかもちゃんとしっかりアップするし、で、そうするとやっぱ楽しくなってくるからさ、もっとこうね、やろうもっとやろうみたいな感じで、その集中力も増したりとかするし、そうするとこうなんかね、いいスパイラル、なんかこの性のスパイラルみたいなのが生まれてくるわけなんですよ。僕は本当はそれに乗っかってるだけであってね、よし努力しようとか、うん、俺は努力してるぜとかって思ったりとかすることは全くなく、なんか本当にね、この物事のパンとある中で、うん、これをどう面白かしくやってやろうかな、ふん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 みたいな感じのことを思ってるだけであって、全然その頑張ってるじゃあ頑張ってるかも分かんないけども、俺は努力してるぜ、うわー俺は頑張ってるぜ、人一倍やってるぜ、うわーっていうのは実はないっていう、こういうからくりでございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。そんな3つのポイント、好きこそものの上達を上手なれ、できないことを明白にする、そして3つ目、練習という言葉を忘れる、まあこんな話をですね、ぜひ覚えていただけたら幸いでございます。また機会があった時に、まあ、続きの話みたいなのさせていただこうかなと思いますので、もし何か気になることとかご質問とかありましたら、バシバシコメントの方にしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。それでは今日も長くなりましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょうの前にちょっとお知らせ。私、滝沢克成、YouTube のメンバーシップっていう、まあ、いわゆる有料会員みたいなのをやってるんですけれども、もしよかったら、ちょっとご検討くださいませ。その会員さんだけでフォローをし合うっていう、すっごいこの超閉鎖的なコミュニティのツイッターがあるんですけども、そのツイッターにね、その参加していただくとね、僕も結構こういう話とかね、ベーってしたりとかしますし、まあ、普通にこの気軽になんかいろいろこの聞いていただいたこととかね、普通にこの返したりとかしますし、全然こう、なんだろうな、そのフラットな付き合い方で全然いろいろとお話ができたりとかするので、まあ1ヶ月だけでもいいからね、なんかお試しで入っていただけたら結構いろいろ面白いことができるので、一緒に面白いことを作っていきましょう、イエーイみたいな感じでございます。
2021年の、まあ、7月にはですね、その会員さん限定のちょっと秘密の発表会とかね、みんなでこの楽器を演奏し合ったりとかするような、まあそういったイベントとかね、オフ会とかやっておりますので、プレゼント企画とかもやっておりますので、もしよければ、下の概要欄の方からメンバーシップ、もしよければポチッとしていただけたら幸いでございます。それではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。本当に終わります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、さよならグッバイ。じゃあね。ポキポキ。